皆さん、こんにちは。本日はですね、先日大谷さんの、コース別の打率などを紹介していきましたけども、今日はね、違う選手のを見ていこうかなということで、まあその前にまず、ポストシーズンの進出チームの、まあ現状ですね。今がですね、9月の14日ですね。その時点での状態になります。ヤンキースとこのね、勝率、インディアンスの勝率が同率になってまして、確かツインズがね、3位にいたんですけども、2位に上がったみたいですね。そうですね、前回確か3位にいたと思うので、2位に上がってるような感じです。で、ヤンキースもですね、ギリギリやばい状態から、まあ、ちょっと心のところで4連勝ぐらいしてるんで、まあまあ安全かなっていうレベルには入ってきたかなと思います。そしてマリナーズですけど、このワイルドカードの勝率ではちょっと厳しいんですが、リーグ自体の、ディビション自体の2位が見えてきておりまして、まあ、後で紹介しますけど、アストロズとの差がね、縮まってるので、まあ、これはワンチャンあるかなということで、まあ、マリナーズ、頑張ってほしいですね。まあね、アストロズファンの方は申し訳ないですけど、まあ、今年はもう、アストロズはヘイトなんでね、全体的な考えでは。なので、まあ、マリナーズ、日本人選手もいますし、頑張ってもらいたいということで、まずこれが一つですね。はい、そしてこれが AL ウエストの、順位表なんですけど、まあアセチックスはね、まあダントツでしょうっていうことなんですけど、まあここのね、ゲーム差なんですよ。1.5ゲームですかね。ですよね。1.5ゲーム。計算間違ってないよね。1.5ゲーム差なんで、まあ、ここワンチャンあるかなっていうので。で、まあ、ワイルドカードは4.5ゲームなんですよね。ってことは、まあ、こっちの方が確率は高いわけで、差がね、少ないので、まあ、こっちに2位になる方がね、今年は2位までいけますので、まあ、可能性はあるんじゃないかということで、マリナーズ頑張ってください。次、ヤンキースですけど、まあね、ヤンキースって勝手にヤンキースファンなんで、ヤンキースの紹介してるだけなんですけども、ヤンキースも、まあちょっとやばかったんですけども、まあここもね、結構差が開いてたんですけど、直接対決で勝ってますので、まあ差が開いたっていうのと、ブルージェイズとの差が0.5まで来てるということで、まあね、もうこの上はちょっとね、厳しいと思うんですけど、まあ0.5差なんで、この2位まで2位に行ける可能性もありますけど、まあ直接対決がね、結構残ってるはずなんで、まあ逆もありきですけども、まあただワイルドカードで、まあもういけるんじゃないかなっていう感じはしてますので、まあこのままね、何連敗とかしなければ、まあいけるんじゃないかなっていうのと、まあね、ここ筒香さんでしょ、で山口さんで、まあさんいる、だこの3つが出れて、まずここで日本人選手が3名ですね。そして、日本人選手でまず1人でしょ、前健さん、山口さん、まあさんね。4人ですよね。で、ここにマリナーズが来れば、菊池さんに平野さんでしょ。で、こっち、ダルさん。ちょっとレッツはどうでしょう。厳しいっちゃ厳しいけど。で、まあ、これで、1、2、
3、4、5、6、7。今7人ですかね。いや、でもマリナーズはわかんないんで、1、2、3、4、5。5かな。現状の行くと、でも5人はポストシーズンに進出するチームにいるってことで、まあそれはそれですごいことだし、まあ今年はね、選手が多いっていうのもありますけど、まあでもね、そういう舞台で見れるの嬉しいし、ワールドシリーズでもしね、直接対決とかあったらもっとね、激アツなんで、まあマリナーズも頑張ってもらって、まあ、マリナーズがここのポジションに2位のね、ポジションに行ってくれれば可能性あるかなってことで、ここはちょっと無理かもしれないんでね、ここに行ってもらいたいなということですね。こっからが本題ですけども、他の選手のコース別打率とかをもう見てみたいなということで、まあ、勝手にやってますけどもね、こちらで。まず、筒子さん。なんでこの、ヨシとはね、ヨシともじゃなくてヨシとかにするんですかね。グリエルもユリグリエルにいつの間にかなってるし。やっぱり言いにくいからですかね。長すぎるとね、どうなんでしょうか。まあ置いといて。筒子さん、低め、強いですけど、まあ高め、真ん中から上が、ちょっとね、打率悪いっていうことですよね。まあ赤い部分が4つ。まあ大谷さんもね、4つですね。まあだから大体同じような打率になってますけども、まあそんな感じですね。まあ外は3割6分で、この低めは4割。まあ、この辺は2割5分ですけど、日本でもこんな感じだったんですかね。あんまり日本のあれで見てないけど、まあそうなんですかね。まあ変化球は、速い球は打てないって言われてますけど、変化球はね、うまくホームランにしてますよね、現状で、では。ということで、次は秋山さん。まあ、やっぱ外のこの辺は4割4分4に。で、このインコース低めもよく打ってるんですかね。まあ、最近はインコース、まあ、この辺から変化球も詰まりながら持ってってるような印象もありますしね。ここはね、もうちょっと打てると打率上がってくるのかなっていう気はしますけど。どうでしょうかね。続いてですね、今打率が、まあ、トップの選手たちと、まあ、3割前後の選手で、まあ、どんな感じなんでしょうかっていうことでね、このコース別打率だけ持ってきましたけど、今、両リーグ1位かな、ティム・アンダーソン、ホワイトソックス、3割6分2厘ね、打ちすぎでしょって感じなんですけど、こんな、ほぼ真っ赤。でも3割5分とか超えちゃうと、このストライクゾーンから出たとこも割と打ってるってことになってきますよね。でもこの辺とか5割5割5割。ここだけ2割。でもあとは4割、ここ6割。6割ってすごいですけどね。なんでまあ、ほとんど打っちゃうと、まあ、それで3割6分2厘っていう感じですね。はい、次、ヤンキース、レメーヒュー。ここ10割なんだ。すごいな。で、まあ、ここだけ2割2分。ここも2割5分ですけどね。で、こっちの外れたとこも5割と4割2分9厘ということで。まあ、だいたい真っ赤。だ3割5分超えだと真っ赤。で、ベッツ。3割いくかいかないかぐらいだと、まあ、このストライクゾーンからはみ出たとこはそんなに打ってないですね。ただ中の方はだいたい赤いっていう感じ。
まあ、まんべんなくですよね。ただこのフレッチャー、エンジェルス、この枠内は結構ね、打ってないとこあるんですけど、この枠外がすごい。ここ4割とか、すごいですよね。だから3割近く残って、これレアケースじゃないですかね。この辺は打ってないけども。インコースをね、来たやつをしばき倒して打ってるんで、この辺が得意なんでしょうね。なんか、現代のあの、フライボールに逆行してる打ち方で、なんか好きなんですけど、まあそんな感じで、あとこの辺もね、高め来て、一回すごいボール打ってたの、確か動画にしたと思うんですけど、まあこの辺もそうですよね。大根切りみたいなのとか。まあでもああいう選手がいてもね、今ね、フライ上げりゃいいっていう時代ですけども、まあああいう選手がいても面白いかなっていうのはありますよね。で、トラウトさん。今年あんまり良くないんでしょうけど、まあ、低めはやっぱ強い。高めはまあいつもこんなもんなんじゃないですかね。でもここはね、だいたいこの辺も打てるイメージですけど、ここは打てないのかな、インコース低めは。まあ、この辺はもうバーンって振って飛んでっちゃいますけどね。まあこんな感じですと。これは全部今年です。で、イチローさんのなんですけど、まあそのもう全盛期の時はね、こういうデータがなかった時代なんで、残ってないんですけど、まあそれは残ったらね、嬉しかったですけど、これ2016年、2割9分1厘、ちょっと復活した、マーリンズ行って、2年目かなんかでちょっと復活した時のものですね。まあ、やっぱ枠内は、2割9分でも、ほとんどね、赤い。で、まあ、こんだけ赤いんだけど、3割超えてないっていうのは、やっぱりこの辺も打てちゃうから手を出してたっていうことですよね。で、昔あったらこれ全部赤いんじゃないですかね。おそらくね、全盛期。で、イチローさんはここも全部打てると思ってますからね、自分のストライクゾーン。だ彼のストライクゾーンはこんぐらいですよね。打てると思うストライクゾーン。だから多分打率が2割9分1厘。だ本当にここだけしか打たなければもっと上がってるはずですよね。まあだからこれはもう何年目？もう引退するだから3年前とかでこんな感じですもんね。まあやっぱすごい人ですよね。ということですけども、まあ今日はいろんな人のデータをちょっと持ってきて見てみましたという回でした。まあ面白ければグッドボタンお願いします。ではご視聴いただきありがとうございました。